バッテリー残量が少なくなっています。製品を、すごいね、これ何、 Google マップ、 Google マップ、バックミラーをまず直して、まあ最初はもうさ本気の助行を見せたトラクターのつもりで俺が真の助行を見せたるわ。僕見て、後ろから来てた車あえて見てから止まってくれてる。感想は難しいです。難しいです。うどんいただきます。いただきます。なんだっけ、山菜、これとうまい、柔らかいよね。信玄餅と同じような作りで、うん、味で、信玄餅はわかるけど、バーベキューやるとしたらソーセージもっと買ってくれんだな。そうだね、父親が借りてる市の畑に向かってます。あ、猫、猫ちゃんいます。なんだっけ、 iPhone SE だっけ。あ、こっちじゃないの。今日ここに来てます、体験農園野菜工房自然塾。おお、それ一番面白そうじゃん。あやとが頑張ってくれてるから撮影班もやりがいがあるぜ。じゃあナイル種まきやってみたらいいじゃん。まで映らないな、邪魔です。うわー邪魔だー、うわー邪魔だなー。あーよりそんなんじゃ日が暮れちまうぜ。これがポッと入るだけ。やっぱナイルが力あるから、おお綺麗に取れてんじゃん。運がいい、食べれます。江戸、江戸や、ほうれん草、うん、ちゃんとあの作業終了したそうなので帰ります。カメラマン、俺この新緑の季節が一年で一番好きなんだよね。まあ人柄を伝えると。大丈夫そうですか。そうですね、とりあえずはこの時でね、はい、いただきます。いやいや、やってみようよ。隠れないこっそり上でこっそり開けてた。ダメですよ、肉だったら。なんだこいつ、もう適当になってやがる。食えたらさ、もう焼いてるよ。父親はこのちょっと神経がバグってるんで、もういくらまでやる。袖まくりしてますか。今本当はすごい寒いです。すごい寒い。ゆるくん美味しいですか。ああ。うん。最初ウィンなんだけどね。バーっとウィン。助けてくれは言わせてあげてちょっと。じゃあ行ってくるね。おはようございます。月曜日のね、朝ということで、なんか今日はね、ちょっと涼しいかな。なんか今日、えらい寒いよね。今日、寒いね。えらい寒いです。師匠、出ました。今日はね、寒いね。信じられないくらい寒い。多いじゃん、ごちそうじゃん。何、うん、ですかこの山のごちそうみたいな。だって山のごちそうじゃん。山の幸だね。うおお、感動体験。すごいよこのボリューム。これがタラの芽。え、お、今年初？初だよ。うん。今年初タラの芽。早いんだよ今年。それを終わらせるためにここにとりあえず最初に食っといて。俺の動画ナイルいつも同じ格好。木の実は高いの。マヨネーズかけない。歯磨きしてちょうだい。歯磨きだか。じゃあカオちゃん行ってくるよ。春コートを着てきました。ボーッとしてたこと目の前でドアが閉まっちゃいました。ララポートの入り口なんですけど、おはようございます。早いですね。
珍しく死者のね同僚にばったり会いました。私競馬場のところです。本当素晴らしいよね。おはようございます。高級チキンステーキを、こういうちょっと面倒くさがって突き放すと、いや違います、ランチをね食べてきました。終章がね出ました。乗り継ぎの電車待ってるんです。寒いわ。スキーバッシュ福瀬佐駅のセブンイレブン、ちょっと買い出しします。バーコードです。バーコードを従業、煮物と鮭とチャンプルーとアサリの味噌汁です。そしてコンビニつまみとビール。おお頼むぜ。でもごめん、いいや、俺アサリの味噌汁はもういいわ。なんだったんだよな。モブ俺の動画ナイルいつも同じ格好してる。今日は雨です。今日はねちょっと雨ですね。1番線に到着の電車は新木場駅です。葛西臨海公園お出口、はい、おはようございます。寝坊ということで気をつけてください。動画ですけど、なんと一人フォロワーが増えました。あるあるだけど、あるのにもう一本買っちゃったの。これ雨でもやっぱ練習すんだな。いや広さとか相当だよね。結局ここまで来たら結構逆サイの方まで来てるんでしょ。近いじゃん、ここでしょ、ハーバーダイニングでしょ。結構歩きましたよ、あれから。どうしてもここで食べたくって来たんですけど、ですか、嬉しいです。やっぱなんだかんだ言って肉だわ。全然ビールとかでめっちゃ取っちゃってんだよ。意味ないじゃないですか。意味ない。あんまこう別れた感ない方がいいんですよね。ちょっと明るく映っちゃう。いつぞや小松菜ハイボールを飲みに来て以来です。西船橋です。おお、もう用はねえぞと。いいかもしれない。うん、珍しい角度から撮ってみました。人生退屈する日もないですよ。このセンスゼロの組み合わせだ。食いしん坊一人遠くでイチゴ狩りと。お、いいじゃないですか。はい、昨日までと打って変わってこのね、いい天気。池袋駅、池袋キッチ、池袋です。じゃあ行ってくるね。今日はねちょっとだけ早めに出て、若干こう回り道をしてです、南船橋到着します。ここに見えるじゃん、ララポート三井ビル。貴重なアドバイスを昨日いただきました。どうで東京臨海交差点を2.5。いやー京葉線からすると本当に逆サイなんだよ。ビートダイナーここだね。3,4,5,6,7が、まあ、いわゆる今山手線で渋谷に向かうところです。はい、渋谷です。
確かに良くないな。でも2,3 本ですけど、え、もうとっくりですか？全然すぐ久しぶりだったから大丈夫だ。ちょっとなんか変な目線で、ああ、でもそう、つけ麺ってあるんですよ、こういうの。うまい。これ最高ですね。こんなもんだって。旅行の達人で行きましょう。おい中華そばが来ました。はい、週刊ありがとうございました。先週週刊はね、なんか動画にしてみると、ちょっとね、動画の中に載せられないものがいっぱいあって。飲んでるだけじゃないかと終わってしまったような感じなんですけど、大変いい1週間でした。4月の締めくくりということで、ね、いい1週間になったかなと思います。仕事の方も非常にいい成果が出て、進展もいっぱいあって、本当にとてもいい1ヶ月、いい1週間だったなと思います。5月もしっかりね、スタートできるように。あともうゴールデンウィーク始まってますんで、ちょこちょこイベントもあるので、まあ楽しくいい1週間にしていきたいなと思います。今週もありがとうございました。また来週よろしくお願いします。